1977年の黒い平駅と周囲約500メートル範囲。上が、ぬかびら方面。中央左上に国道273号の落石防護トンネルがあり、その手前に駅へ降りる階段があった。階段左右の白い線は道路の擁壁。ホームは線路脇にかすれて見える。黒い点は待合室の屋根。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成黒井平駅はかつて北海道加藤郡上志保路町アザ黒井平に存在した日本国有鉄道志保路線の駅である志保路線の廃止に伴い1987年3月23日に廃駅となった当地が都家市の産地であることから駅名は 黒いと名付けたかったが、黒い線に黒い駅が存在したため、ぬかべらの平らを取り、名付けた。黒い平らには、ぬかべらダムにおける電力所関係の住宅があったが、それらの住宅付近は購買場にかかっていたため、若干離れた位置に当駅が設置された。その後、住宅付近には、電力所前借り上工場が設置され、列車発車に、 支障のなない下り勾配方へへ向かう帯広方面行き列車はそちらへ発着することになった以上の経緯により、当駅は下り列車のみ、電力所前仮上工場には上り列車のみ停車するようになったが、全国版の時刻表では仮上工場の記載が省略され、上下列車とも黒い平駅に停車するように記載されていた。主に、ヌカベラダムにおける、 電力所関係の家族が乗降客であったが、1978年に上市幌町中心部への移転によって黒い平周辺は無人地帯となっていた。1984年にはぬかびら電力館が建設されたが、2000年9月に閉鎖されている。廃止時は短式一面一線のホームを有する無人駅であった。 2021年国道273号の道路付け替えに伴い残っていた階段も撤去され、駅跡はすべて消滅している。AB、北海道駅名の起源、日本国有鉄道北海道総局、札幌市、1973年3月25日、第1版、138ページ。ありがとうございます。